概要。2019年7月18日午前10時半過ぎ、京都市伏見区の映画制作会社京都アニメーションの第一スタジオで、近隣住民から建物1階で爆発音がし煙が出ていると119番があった。消防局によると午後1時現在で3階建て建物が全焼しており、従業員ら男女37人が重軽傷、16人が死亡したという。京都府警によると他にも複数の死亡者が出ている模様で、安否確認できていない従業員が多数いるという。消防車両49台が出動し消火活動を続け、逃げ遅れた人がいないか確認作業を急いでいる。容疑者。京都府警によると1階に入ってきた男41歳がガソリンのような液体をまき、死ねと叫びながら火をつけたと目撃情報がある。男はポリ容器を持ち、現場には刃物が落ちていたという。京都府警は付近の路上で男の身柄を確保したが、男も負傷しており現在は病院に搬送されている。京都府警は男が建物に放火した疑いがあるとみて、回復を待って事情を聞く方針である。現場の状況。近所に住む60代の女性は、現場から東へ約90メートル離れた米店に全身に火傷を負った20代くらいの若い女性が悲鳴を上げながら駆け込むのを目撃した。知らない人から灯油のような液体をかけられた、助けてと叫んでいたといい、裸足で血を流し服も破れていたという。次第に口数が少なくなったといい、救急車がなかなか来なかった、消防の指示で水をかけてあげることしかできなかったと心配そうな様子で話した。女性はその後救急車で運ばれていった。また現場近くの会社社長の女性は、もうもうと煙が上がる中、屋上から雨どいを伝って降りてきた男の人を見たと証言した。他にも肩から血を出していたり、顔が赤く焼けただれたり、すすだらけだったりして、10人くらいは怪我人がいたといい、従業員10人くらいで介抱に当たったが、横たわったままで動けない人も2人ほどいたという。近くに住む80歳の男性は、爆発音を聞いた約10分後にスタジオに駆けつけると、玄関からすぐのところで2、3人の男性がうつ伏せで倒れていたのを見た。水やタオルをかけてもらっていたという。男性は放火の可能性が高いと聞いて怖いと絶句した。近くの住宅展示場で勤務する住宅メーカーの男性社員も、午前10時半ごろボンという大きな爆発音を聞いた。2階部分から火が燃え上がり全体に広がった。煙もすごい勢いで出ていたと驚いた様子で話した。現場近くには血のついた足跡があり、近隣に住む女性は焼けただれた火だるまになって逃げていく人がいた。近くの人が水をかけてあげていたと表情を曇らせた。今回の動画は速報となっております。情報に間違いがある可能性がありますのでご注意ください。この動画を見ていただいてありがとうございます。事件の詳細が分かり次第、話題の事件で考察したいと思います。被害に遭われた方のご冥福と回復を心からお祈りいたします。